こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。キッチンリフォーム、トラブルは続く場合カツさんからいただきました。リフォーム2日目ですね。ありがとうございます。ドン、こちら、ビフォアのキッチン以前は能率でした。開き、開き、開き。このキッチンがどうなるんでしょうかまずは解体していく朝のドドド。 ドリルのこちら前回の動画でしたよね。床からこのガス管が、排水管じゃなくてガス管がちょうどこれ出ているにょっきりと。ということで、このガス管のせいで、そのこのケコミ収納の引き出しがっちゃんしちゃうということで、このガス管を逃げるために下駄を5センチ履かさないといけない、うん。このサイズアップの床上げ問題あるんですよねっていうふうにお伝えしていると、この動画に早速他の YouTube の視聴者さんから、 同じ状況、コメントが、引き出し NG となり、私は開き扉へ。2年前のリフォーム、まさに我が家もそうでした。ガス管が床上で背面より手前にあり、さっきの状態と一緒ですね。引き出しが設置できず、開きドアになりました。引き出しが欲しかった。ショックでしたが、受け入れるしかありません。鍋、フライパンも減らしましたが、今は不便を感じません。うんねやっぱり、 こういうことはあるんですよね。ということで、おすすめしたのが、TOTO のクラスを見てであれば、この毛込みの収納のところ、6センチ、こういったところで逃げることができて、排水管が手前にあっても、もちろんガス管があっても、こういった形で引き出しにできる。これ大きなポイント、前回でした。では、 二日目、さらにトラブルあったんでしょうかキッチンは解体が終わり。まずは、この配管等の問題のあったキッチン。キッチンの組み付けの前に、なんと内装工事が先に入ったんですよね。本日は、内装、壁紙工事です。山さんごきげんようキッチンリフォーム二日目です。今日は内装、壁紙工事。8時40分に職人さんが到着されました。今日はでも、あいにくのお天気。あ 雨曇り空キッチンの照明は昨日取り外したのでさっきありましたよね確かにここ天井のとこ照明ないですもんねこういう状態なので本日は実際に暗いので薄暗いですええー、なるほど外の天気にも左右されますね確かに内装屋さんが照明を持って来られるんだろうと思ってたら薄暗い中で作業が始まりましたああそっか 予想してなかったんですね。壁紙は3月の SP シリーズからです。薄いグレーの壁紙を私はセレクトしました。天井も壁も同じものを貼ってもらいます。こんな薄暗い中で作業は大丈夫なのかなすると、こっち時間ほどして職人さんが、ちょっとホームセンターに行ってきます。あ、なんか材料かなんかかな 照明、ご購入。なるほど。担当者さんはお昼頃に来られるとのこと。ちょうど、えー、昼食を、えー、食べ終われる頃にピンポンやって来られました。うん。愛花のパネルまたトラブルですかそして室内を見合わし、あれいや、他には誰も来られてませんよね。あ、もう、はい、来てません。 今日の午前中に、アイカのパネル、キッチンパネルが届くはずなんですけど、今日って23日ですよね。そうですね。合ってますけど。え物が届かないわけ。おかしいな、おかしいなと言いながら、どこかへお電話しながら消えていかれました。このリフォームあるあるですよね。ちょっと不安になりますよね。どうしたみたいな。キッチンはクリーナップ、ステディアですが、キッチンパネル見切り際は、 アイカのキッチンバネルを採用したんですどうやら発注されてないということ。え発注されてないということ。えー、担当者さんは3月26日に FAX で発注したそうなんですが、うん、相手方は受けていないと。 いやー、結局これってね、本当はファックスしてリファックスという形で、あ、ちゃんと、あの、受注っていう形、受注、注文と受注っていう形で初めて手配されるわけですから、注文したら受注しましたよって連絡なかったらね、こういうこと。いや、過去もあるんじゃないですか、この営業マンさん。明日の朝一に走る。 いや、これね、両面営業マンあるあるで、もうやったことのない営業マンいないんじゃないですか。やはり、こう、傷があったり、破損していたり、もしくは今のように手配していないあら、何か漏木トラブルで届かないトラックのところに積み込まれてないうん。ということで、パネルとコーキング材等は、在庫があるのですぐ手配できるとのこの取りに行くんですね。在庫を持っておられるようで、なるほど。ただし、アルミの白の見切り材が、 ないんですね。担当者さんが、えー、明後日えー、あ、明朝、明日ですね、どこかまで取りに行かれるようです。そこまで行くんですね。えー、組付けの、えー、○さんに怒られるわ、と小声でおっしゃっていました。明るい。やっぱり何かしら、トラブルはつきものですね。でも、間に合いそうなので、問題なし。いやー、間に合うんだったらね、大変なのは担当者さん。うん。壁紙、仕上がりました。あー、きれいな貼っていただきましたね。うん。 2時前に作業終了です。接着剤、クロスの壁紙。今は体に優しいものになってるんでしょうが、ずっと換気してないと頭が痛くなりそうでした。いやー、そうでしょうね。うん。小鳥は少しでも危険。今は私はもうなんともないんですが、文、え、鳥、ー、をまだリビングに戻してやれません。そうね。やっぱ、文鳥さん、小鳥ちっちゃいですからね。小鳥は化学物質に敏感で、 体も小さいので少しの量でも死んでしまうかもしれません。そう、だからね、こう、いろんな、あの、カナリアをね、こう、そういうガス探知機みたいな感じで、こう、まず鳴き声が止まってとか、そういった形でですね、こういった小鳥というものは敏感ですからね、早く匂いが抜けてくれるといいのですが、今、小鳥が、えー、いる部屋以外の窓と玄関を全て開け放っています。 ああ、やっぱ一日かけるわけですね。なるほど。大切ですね。うん。頭が心なしか、夕方から2時間ほど、小鳥をビリングへ戻してやりました。日課の水浴びもして、ご機嫌さんね、と安心してたんですが、接着剤の匂いがきつくなってきたような。慌てて私の、ね、部屋に戻した。そういうことですね。私はリビングでビデオでも見てようかと思ったんですが、匂いがどんどん、えー、ひどくなる気がして、心なしか頭が痛い。いや、こういうことありますね。本当 えー、今夜は空気の入れ替え。昔からこういう系の匂いに私弱いんですよね。私も早々に事実に引き上げ、えー、小鳥と過ごしています。今夜はリビングダイニングの窓開けっぱなしにしておきます。いいですね。明日3日目はキッチンの組み付けと、これ、えー、洗面所のこのコーキング、こちらカウンターで、これが壁なんですね。クロスのところ。やっぱり跳ねてここね、コーキングでやっぱカビますよね。明日は、えー、こちら、汚いこのコーキングの打ち直しということで、 え、こちらの方は、洗面所交換じゃなくて、コーキングだけ打ち直ししてもらう。いいじゃないですか。えー、明日は5時ギリギリまでかかります。とのこと。パネルもありませんしね。なるほど。では、2日目、ご報告様でした。ありがとうございます。うん。3日目の朝、突然、LINE で画像が、そうなんです。2日目終わって、3日目、組み付けかなと思ったら、これがポーンと送られて。え天井天井ですよね、これ、天井。 天井どうしたんでしょうか山さん、おはようございます。事件です。何ですかキッチン取り継ぎ日朝に。釣り灯を取り外して解体のところですね。今度は釣り灯なしになる天井部分。あ、先ほどキッチン解体して下台ばっか見てましたが、今回釣り灯なくなるんですね。壁は残すけれど、うん。最近こう、壁付けキッチンでも釣り灯なくす方多いですもんね。なんとなんと、組付け職人さんの指摘で、あ、3日目の朝、 このキッチンのステディア取り付ける組み付けの職人さんが、あれって言ったわけですね。担当者さんも私も気づく。ああ今、大工さん手配されています。またご報告します。どうなるんですか続く次回へ。イオナビセレクト、春のコーディネットブックリリースしてます。選べる5つのインテリア、ナチュラル、モダン、ジャパンディ、北欧、エレガント。 ナチュラルヴィンテージ、マイちゃんセレクト。こちら、ゴールド会員限定で登録したときに、えー、品番、えー、そちらの方もぜひ、こちらチェックしてみてください。さらに、現地調査チェックシート、工事チェックシート、引き渡しチェックシート、契約書、ショールームチェックシート、こちらの方も、えー、郵送サービスもしてますので、ぜひ、こちらの方もご利用いただいてはいかがでしょうか。知っておくべき大切なこと、もっと暮らしを楽しもう。そのためには、このリフォーム完全攻略チェックシートブック、ぜひ、ゲットしてみてください。 お,おすすめです。リフォームした人、同じ悩み、検討中、他の人の質も YouTube では言えない話、個別アドバイス、シェアシェアしています。ぜひこちらの方もご参加いただき、まずは LINE 登録で定期的にプレゼント配信、みんなリフォームあるある、今日のようなトラブル、次はどうなるのか、ぜひこちらの方も見逃しなく。ということで、今日も行きたいと思います。行きますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。いや次がどうなるんでしょうか。うん 次の一歩を待っています。